初見です。子供に給食我慢させます。やばやばすぎ。毒親も毒親すぎでしょ。あんた今月は給食我慢しなさい。まつりちゃんにスパチャするんだから。最低。もうその子供まつりが育てます。まつりが育てるから。ごめんね。今日弟の誕生日だけど燃やして我慢してもらいました。戦場へ向かうまつりちゃんが楽しそうで何よりです。ごめんね弟。まつりからプレゼントあげよう。何が欲しい。ごめんね、こんなお兄ちゃんを持たせちゃって。ごめんね、我慢させて、誕生日なのに。今日はマックを食べました。ツイッター、うん、1時間考え抜いて出した答えがマックを食べた報告。ありがとう。教えてくれてありがとうね。まつり、明日マック食べるね。じゃあありがとうございます。反省しました。子供のランドセルを売ることにします。やばすぎる。やばすぎ、この親。ランドセル売らないで。まつりがランドセル買ってあげる。もうまつりが買ってあげる。ごめんね子供。ごめんよ。毒毒の毒親だったわ。うん、お願いガチャめっちゃ当てたい。お願いマスターガチャめっちゃ当てない。は？まつりちゃん好きだー。うん、ここはどこ？私は誰？それを聞くために一番必要だったか。別に答えるよ。うん、最推しは吹雪ですがスパチャを送ります。だここは何？浮気報告場所なの？ごめんなさい、最推しはお嬢ですね。ねえまつりのこと最推しの人いないの？誰か。浮気はダメですよ。最推しはチョコ先生です。あ、初スパです。てめえ、おい、浮気ダメって言ったよな。こんばん、こんばんマッスル。まつりちゃんかわいいペコ。もう許せん、アンチだ。うん、昆布所属ですがツッコミ芸人としてはまつりちゃんが一番好きです。チャンネル登録も2回押しときました。うん、チャンネル登録できてない。チャンネル登録できてないし、スコンブだし、まつり芸人だと思われてるし、アイドルなのに。名前の通りまつりちゃん最推しです。海賊団って名前で、海賊団って名前でよくまつりちゃんは最推しって言えたね。当分失礼します。子供の給食費に手をつけランドセルを売ろうとしたものです。皆様に毒親と言われ目が覚めました。まつりすとしてファンとして子供のことを考えず本当に恥ずかしく思います。また最推しやまつりちゃんの最推しやまつりちゃんのため妻はいらないので売りました。そのお金なので遠慮せずに受け取ってください。子供は毒親になってしまうから妻を売った。